こんにちは。カナダ在住の山達です。民主党団体、プロパガンダ工作発覚、トランプ逮捕の準備かということで話をしていきたいと思います。はい。えっ、ー、と、つい先日ですね、あの、日本のデジタル庁さんだったと思いますけれども、TikTok をね、なんか使い始めますみたいな発表してて僕はおったまげたんですけれども、えー、その TikTok、ね、要はプロパガンダに使われるって言われてるんですよね。 で、そのうちの一つで今話題になってるんですけれども、その動きを見るにこれはそのトランプ大統領逮捕のための本格的な下準備が始まってんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。そのあたりの話を今回まとめてお届けしていきたいと思います。 TikTok を含めて SNS で多くのフォロワーを抱えている人たちのことをインフルエンサーっていうふうに言いますけれども、そういう人たちにお金と引き換えに反トランプ、反共和党コンテンツの投稿の依頼を民主党系団体がしてるっていうことが明らかになっています。まあ、いわゆる企業案件ってやつですよね。はい。で、まあ、多分気になってる人もいると思いますが、こういうのあるのかっていう話なんですが、僕ないんですよね、本当にね。 まあ、このチャンネルの性質上、そういうのが来るわけがないと思いますし、あの、来たら来たでなんか喋っちゃいそうなところが多分バレてるんでしょうね。はい。ということで、何にもないんですよね。はい。で、まあ、せめての、あの、サブチャンネルで猫ちゃん動画あるじゃないですか。あっちの方にその、猫のおもちゃの提供とか、なんかチュールの提供とか、そういうのが来たら嬉しいなって思ったんですけれども、まあ、何にもありませんね。はい。 僕一応友達にですね、一人あの、車に関する YouTube やってるやつがいて、そいつはね、結構その、なんか車に付けるそのアクセサリーみたいなものを無料で提供してもらって、代わりに動画で紹介するとか、サービス無料で受けて、それを動画で紹介するみたいなことやってて、 なんか、羨ましいなっていうふうに思うんですけれども、はい。まあ、そういうのは僕はね、残念ながらないんですよね。はい。まあ、その話は横に置いといて、とりあえずまあ、そういう企業案件みたいなものが今話題になってるんですね。で、それを暴露したのが、刑事裁判弁護士で約8.7万人のフォロワーを抱えている、え、プレストン・ムーアっていう人物なんですけれども、今回その民主党がなんかやってるっていう話なので、じゃあこの人、そのいわゆる、いわゆるそのトランプサポーターみたいな人なのかって言ったら、本人そうじゃないっていうふうにまず公言しています。 で、えっ、ー、と、先日ですね、そのムーアさんのもとに、Good Information Foundation っていう、まあ、日本語で言うと、良い情報財団っていう、もう名前からしてうさんくさそうな財団からメールが届いたっていうことなんですね。で、内容何だったかって言ったら、1月6日議会襲撃事件が、トランプ大統領が計画して起こしたものであるということを煽る動画の作成依頼が来たっていうことなんですね。まあ、わかると思いますがこれ明らかな嘘なわけなんですけれども、そういう依頼が来たと。 で、えっ、ー、と、まあ、依頼の報酬なんですけれども、400ドル。まあ、日本円にすると100円計算で4万円。で、今のレートで言うと5万6千円ぐらいですかはい。まあ、いいお小遣い稼ぎになるかなっていうふうに思うんですけれども、その、たった10秒から60秒ぐらいの動画で、インスタグラムに投稿するだけ、インスタグラムとこの TikTok に投稿するだけで、その報酬をもらえるっていうもんだから、 まあなかなかいい小遣い稼ぎだと思うんですよね。特にこの TikTok とかあと Twitter もそうだと思うんですけれども、あの広告収益って確かないんですよね。だからこういうところからの依頼っていうのに、その殺到というか群がる人は多いのかなとかなんとなく思うんですけれども、はい、とりあえずこういう依頼があったっていうことが明かされているんですね。 でももうこの時点で何やってんだっていう話なんですけれどももちろん依頼ですからどんな内容の動画にしてくださいっていうところは結構事細かに指定されているんですねはいその話すべき内容っていうのもこんな感じでキーメッセージこんな感じですよってことでブワーってあるんですけれどもはいその中でも重要なところをちょっとピックアップしてお伝えしていきたいと思いますが動画の中でまず1月6日事件はトランプ共和党により計画され多額の資金が使われたと そして、トランプキャンペーンは何億円もの大金を1月6日事件実現のために使ったんだというようなことを話せっていう依頼が来ているわけなんですね。わかると思います。これ明確な嘘なわけなんですけれども、ムーアさんとしては、なんじゃその話はと。聞いたこともないわっていうことで、念のためそのグッドインフォメーションファウンデーションに返事をして、その資金の根拠の資料はありますかと。 で、それがあるんだったら動画で使いたいなっていう風に聞いてみたら、えー、Good Information Foundation は、あの、そのお金の部分に関しては別に触れなくてもいいよっていう返事が来たんですね。これ全く答えになってないの分かります資料ありますかって聞いたら、証拠ありますかって聞いたら、えー、証拠ありませんっていう風に聞く、返してくるんじゃなくて、そこを触らなくていいよっていう風に言われるわけなんですね。 で、それに対する返事で、あ資料があったら提供してほしかっただけなんだけどな、みたいなこと返したらえ、動画作成に興味があったら返事をくださいっていう、これもう全く答えになっていないわけなんですよね。まあ、このあたりからも分かる通り、このグッドインフォメーションファウンデーションっていううさんくさそうな財団は、嘘情報拡散目的であるっていうことは明白なわけなんですよね。で、しかもそのやっていることっていうのが後々お話ししますけれども、今、司法省がやっていることと見事にマッチしているわけなんですよね。 で、それだけじゃなくて、えー、この1月6日事件っていうのは、1日限りのことではなく、政治的暴力や、マガ共和党の脅威はまだ続いているっていうこともぜひ動画の中で話してくださいと。で、さらに、会員議会で1月6日事件調査委員会の公聴会が9月にもあるけれども、それは主張すべきものだっていうふうにも宣伝してくださいと。そして、投票する自由を守るためのメッセージ、有権者としての自由が脅かされていることを強調してくださいっていうふうに書かれてたんですけれども、 このあたりって、その、マが民主、まが共和党がどうのこうのとか、1月6日事件どうのこうのとか、投票する自由っていう言葉とか、このあたりってその、バイデン民主党が言ってることと全く同じことなわけなんですよね。 一応今回のそのグッドインフォメーションファ n f o u n d っていうのはあくまでも、えー、事前団体なんですね。で、事前団体っていうのはその、えー、どちらかの政党に偏ってはならないっていうふうに決まってるわけなんですけれども明らかにバイデン民主党が言っていること、やっていることと全く同じなわけなんですよ。これは果たして偶然なのかどうか。 っていうところはまあ皆さんの判断次第っていうところなんですが、はい。まあ、こんな感じで動画の大体の内容っていうのが指定されていただけではなくて、動画の中で使う言葉も指定されていたんですね。で、こここそ特に重要で、特に一番最初のところですね。クーデター未遂、反逆罪、反乱罪ではなく、犯罪的陰謀、まあ凶暴っていう言葉にもなるかもしれませんが、これを使えっていうふうに指定されているんですね。 今まで1月6日事件のことを民主党であるとか、え、あとはそのサハメディアっていうのは、反乱行為、または反乱罪っていう言葉を何度も何度も使ってたんですよ。ところが、今その1月6日事件で逮捕されてる人700人近くいるんですけれども、一人たりとも反乱罪で逮捕されてる人っていないんですね。っていうことは、彼らの言っていることって明らかに誇張されているわけなんですけれども、そことなんか方針転換始めているように見えるわけなんですね。 で、トランプと側近がやったではなくて、トランプ共和党がやったっていうふうに言えとか、え、あとは1月6日事件調査委員会の公聴会裁判ではなくて、捜査っていう言葉を使えと。これもまさにその刑事裁判、刑事犯罪に、その、を匂わせるような表現を使えっていうことになっているわけなんですね。何言いたいかって言ったら、今までその左側、民主党が言っていたことっていうのは、 とにかく1月6日事件っていうのがとんでもないものだったんだっていう強調のために反乱罪っていう言葉を使っていたわけなんですね。ところが今、バイデン司法省って何やってるかって言ったら本格的に刑事犯罪で起訴しようとしているわけなんですけれども、それに近づけようとする言葉を使えっていうふうに指定しているわけなんですね。はい。で、アメリカ、アメリカ国民に対する攻撃、犯罪的陰謀、犯罪というキーワードをぜひ使ってくださいと。 はい。もう一回言いますが、今まで左派民主党っていうのは、反乱行為っていう風な、現実と乖離した言葉で読むことによって、トランプ共和党っていうのはとんでもない奴らだっていう、その単なるイメージ戦略をしていたんですけれども、それをやめて、組織的な計画犯罪であることを強調し始めてるんですね。詳しいことは、この、あの、司法の武器化っていうね、動画をぜひご覧いただきたいと思うんですけれども、今、1月6日事件を理由に大量の召喚状を出されてるんですよね。 で、本格的にトランプ大統領を逮捕に行くんじゃないかって話になってるんですけれども、まさにそれをするための空気づくりが始まってんじゃないかっていうふうに指摘されていますし、確かにそういうふうにしか見えないわけなんですね。はい。っていうふうに、その動画の内容だけ、動画のその指定されている内容だけから見るとそういうふうに見えますし、 あとは、最初のところでそのグッドインフォメーションファウンデーションって民主党団体ってふうに言いましたけれども、その根拠も示しておきたいと思います。それを見ると、またさらに、あなるほどねっていうふうになってくると思います。はい。えっ、ー、と、まずこのグッドインフォメーションファウンデーションっていうのは、えっ、ー、と、もともとグッドインフォメーションカンパニーみたいな、その会社の、えー なんでしょう株組織みたいな感じである慈善団体なんですね。はい。で、え、もはタラ・マクゴーワンっていう人物が創設しましたけれども、この人物、え、元オバマキャンペーン、ヒラリーキャンペーンの人物なんですね。もうゴリゴリの民主党の、まあ、中心人物っていうわけですね。はい。で、ちなみにここからですね、グッドインフォメーションファウンデーションの中心人物たちの写真いくつか紹介しますが、なんかやたら、その写真がですね、遺影みたいな色使いになってると思いますけど、これ僕がなんかいたずらしているわけじゃなくて、このグッドインフォメーションファウンデーションの ホーームページで、ここううううななってるだだ、えー、ううだけけけのででそいいいいいととご了承いただけたらいうふうに思いますはいでえー、今その取締役代表やってんのがリック・ステンゲルっていう人物なんですけれども、この人、元オバマ政権の国務次官法をやっていたもう、交換中の交換なわけなんですね。で、今現在は MSNBC という極左メディアに携わってるわけなんですけれども、このステンゲル、国務次官法時代っていうのは、えー、その、 中国とかロシアであるとか、あと、アイ、えっ、ー、と、イスラム国、そういうところからのプロパガンダに対する対応の責任者みたいなことをやっていたようなんですね。で、そういうことをや、言ってるやってるんですけれども、ただ本人は別にプロパガンダを使うことには反対しないっていうふうに言ってるので、アメリカ国民に対して使うことには反対していないわけなんですね。で、今回まさにそういうことをやっているわけなんですけれども、他にも取締役メンバーの中に、元オバマ政権のホワイトハウス交換が3人います。はい。 で、えっ、ー、と、その中以外にも、えー、スリーピングジャイアンツっていうですね、えー、そう、いう、その、何の、ムーブメントなのかなその創始者である、えっ、ー、と、ナンディニ・ジャミっていう人物も取締役メンバーにいるんですけれども、えー、この人物のこの、えー、スリーピングジャイアンツって何かって言ったら、調べてみたら、えー、保守系メディアを倒産させることを目的に活動している、なんかそういう活動のようなんですけれども、まあそういうとんでもない連中が入っているわけなんですね。 もう、そういう、ね、その、バックグラウンド見ていただければ分かる通り、もう、もろに民主党側に偏っている団体なわけなんですね。で、あとは、この、特にこの最後の人物、この、えっ、ー、と、バレンシアっていう名前だったかなジェニファー、ん、えー、ジャニ、ジェニファーバレンシアみたいな名前だった気がするんですけれども、はい。この人の顔なんか皆さん覚えてませんで、あの、この人、僕、過去の動画で実は紹介していまして、あの、ジョージ・ソロスが、 めっちゃ動き始めたって話を皆さんに紹介したんですね。詳しいことは2024年に向け奴らがくって動くっていう動画をご覧いただきたいと思うんですけれども、この動画の中でソロスがバックについて、そのスペイン語のラジオ局の買収が始まっていると。で、その買収を主導してのがラティーノミディアネットワークっていうところなんですが、そこにソロスがめっちゃ金出してるよって話だったんですね。はい。で、その取締役メンバーがこのバレンシアさんなわけなんですよ。っていう風な、えっ、ー、とそのね、いわゆるその民主党の 情報工作部隊みたいな、そういうところで勤務している人物も今回の話の中にいるわけなんですけれども、えっ、ー、と、もう一回言いますか、司法省が今やっているその1月6日事件の追及と、もろにリンクすることをやっているんですね。で、タイミング的に、でも中間選挙を見据えた動きじゃないのっていうの思うかもしれませんが、そうじゃないようなんですね。っていうのも、契約期間っていうかその動画の使用権の契約が5ヶ月なんですね。 で、5ヶ月ってことは中間選挙まであと2ヶ月切ってますから、明らかに中間選挙飛び越えるわけなんですね。ってなってくると、この目的って他にあるんじゃないか。で、今の司法省の動きを見ると、えー、もう明らかに1月6日を根拠になんか動こうとしているところもありますから、そう考えると、その、1月6日事件に関して逮捕される人が多分これから出てくる。で、それが当たり前だみたいな空気づくりを、 で、さらにはもっと逮捕者を出すべきだみたいな空気づくりをするための下準備がもうすでに始まってるんじゃないかっていうふうに指摘されてるんですけれども、まあ確かに今回その流出している、その指定されている言葉遣いであるとか動画の内容、さらにはこういうメンバーたちの顔ぶれを見れば、まあその通りなのかなというふうに思うところがあったので、今回皆さんに紹介してみました。はい。まあどう思うか皆さん次第っていうところなんですけれども、まあとりあえずですね、あの名前の通りうさんくさそうな団体がそういう動きをしてるんだなっていうそんなお話でした。はい。 ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。えー、最後は、あの、こぼれ落ちていたデブちゃんでお借りをしたいと思います。はい。えー、爆睡をしてたんですけれども、こんなんで、よう、ね、首、疲れないなっていうふうに思っちゃうんですけれども、こんな状態で爆睡をされておりました。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。